い、どうもアニメロンソーダをご覧の皆様こんにちは、こんばんは、ミルバケサトさんです。はい、というわけで今回はヨッサンが企画を考えてきてくれました。はい、ですね、その名も、はい、絵描き歌実際に聞いただけじゃ描けないんじゃねっていうことでね物知らずに歌だけ聞いて、うん、その忠実に書いたら、うん、違うものになるんじゃねえかっていう、なるほど、ことで、はい、ちょっとね、二人一緒にちょっと書いていこうかなと思います。かしこまりました、はい、では早速やっていきましょう。レッツゴー。ではその絵描き歌で初級編上級編と分けてみました、はい、まず初級編やってみましょう。じゃあできた作品を見せていきましょう。せーの、ドン、はい、違う、まず最初にじゃあ歌うよ、はい、お鍋が一つありまして、取っ手が二つありました、お豆を三つ、あの目と鼻、うん、三つ、お豆を三つ、煮たならばだっけ、泡もたくさん泡はたくさん、そっちの泡ね、泡たくさん、ね、だって似てるんでしょ、ブクブクってなるやん、泡は上に出るんじゃないのかなと思って、泡はたくさん吹いてきた、でとんがりコーンが急に出てきて、うん、とんがりコーン加えますとか言うから、うん、加えるじゃん口加えるじゃん、とんがりコーンはここだよねお鍋の中にインするってことでしょ加えるって、とんがりコーンは食べるもんじゃんと思って口じゃんって、うん、はい、あっという間に可愛いお兄さん、バケモンが出てきましたせーの、ドン。これがうちらのスプーです。ね。化け物。UFO どんな形って、うちはレモンの形。顔だったのね。うん、うちも完全に頭からいっちゃったので、ね。ああ、なるほどね。まさか後から帽子出てくると思うんだって。で、なんか、もく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 してて。してます。そう。
で、窓の中には、窓の中にはって言ったんで、窓二つ書いて。まさかね、丸い窓とは思わないじゃん。で、宇宙人ということで、ちゃんと宇宙人を書いてます。ここに宇宙人。はい。で、スイカが大好きな宇宙人が、ここね、これスイカですね。食べちゃったってことなんで。スイカだね。羽をパタパタさせて、僕もパタパタさせて、あ、そうだ、その前にスイカの種をピュッピュッってして、で、羽をパタパタさせてると。で、バナナが好きなの誰だっけ？そこか、うちこんな変なとこに行っちゃった。眉毛かなとか思っちゃった。で、帽子をかぶせたらスプーン。スプーン、はい、知らないで聞いたまんま書くと、うん、おかしなことになるんです。そうなんですよ。わということでね、もし皆さんも面白そうだなと思ったら、自分の知らない絵描き歌で、うん、絵を描いてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ここまで見てくださってありがとうございました。はい、面白かった、もっとやってくれっていう、ね、ことがあれば、ぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、ゲーム実況チャンネルもやっておりますので、そちらも登録をよろしくお願いいたします。それでは、見るわけ外。よさんでした。はい。じゃあまたね。アデュー。大西流おきよアニメ論争だ。お願いします。チャンネル登録。これですよ。そりゃ笑うよ。書きながら笑っちゃうよ、お兄さん。